はい、それでは皆様感謝してまーす。イェーイ。はい、それでは参りまーす。せーの、ひとりさんの愛と光と楽しいを配信するオフィス花江でーす。ありがとうございます。はい、ということで、今週もよろしくお願いします。はい、では、久しぶりの、6時では全員集合となりました。まずは、発表コーナーから、参りたいと思います。ひふみのりと千社札ゲーム、1000回以上達成の皆様発表させていただきます。はい、1000回達成の、お名前を発表させていただきます。はい、長崎カリオン柳本弘子隊長、おめでとうございます。はい、神奈川県横浜希望が丘店関口成子隊長、おめでとうございます。佐賀県エイミーローズ野田由美子隊長、おめでとうございます。はい、続きまして、東京銀座バー美和子柏村美和子城主、おめでとうございます。東京丸勘定調布本店大久保秀美隊長、おめでとうございます。はい、続きまして、2000回達成の皆様を発表させていただきます。滋賀、東京、小金井ぬくい南町店、阿部加子城主、おめでとうございます。はい、熊本、リッチマルカン岩田陽子城主、おめでとうございます。はい、続きまして、3000回達成の皆様を発表させていただきます。東京八千代店、星野由美城主、おめでとうございます。はい、同じく八千代店、菊池栄子隊長、おめでとうございます。はい、続きまして、同じく八千代店、渡辺俊彦隊長、おめでとうございます。はい、続きまして、佐賀県ついてるむっちゃん商店、楢崎弘子隊長、おめでとうございます。はい、岩手県保田商店、菅あゆみ城主、おめでとうございます。はい、同じく、ついてるむっちゃん商店、3000回もう一人いらっしゃいました。前田美恵子隊長、おめでとうございます。はい、続きまして、4000回達成、福岡県の恋するうさぎ、松岡明美城主、おめでとうございます。はい、そして川松、同じく恋するうさぎ、川松よしえ隊長、おめでとうございます。そして、兵庫県ロージーアフロディーテ山崎由香隊長、おめでとうございます。そして5000回達成、千葉県愛と光のショップコアさん、真由美聖子隊長、おめでとうございます。ということで、全国で徳住大城下、おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、おめでとうございます。そして、近未来メイク、達成の皆様発表させていただきます。30人達成、福岡県恋するうさぎ、松岡明美城主、おめでとうございます。それでは万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございます。はい、ということで、発表コーナーは以上となります。はい、そうしましたら、こちらからお知らせが1点ございます。はい、本日、お昼より、開催させていただきました、だんだん良くなる未来は明るいゲーム、21日間、チャレンジ、ズーム始めさせていただきました。はい、ちょうどね、達也部長の講演会でもね、ひとりさんの最新のお話で、だんだん良くなる未来は明るい、1日3000回言うといいよってお話、ちなんで、このズームの場では1日100回、21日をね、目標に言える方は、1日1000回を目指していただきたいと思うんですけども、楽しく無理なく、ゲームとして、楽しめる場として、お昼、12時だいたい10分ぐらいからスタートして、今日やって、だいたい5分ぐらいで、みんなで終わったらかなっていう感じで楽しくできればいいなと思っております。で、21日間それぞれのペースでね、もちろんズームに参加できない方も、各自でご自分のペースでやっていただければいいですし、お店さん同士で集まったり、ご都合のいいやり方でやっていただければと思います。で、この21日間の用紙ね、ありますんで、
各お店さんに、配らせていただけたらと思いますし、皆様もね、自分で、この紙がない間は自分でチェックしたりとかして、行きつけのお店に申告していただければと思います。はい。で、21日間達成しますと、こちらのね、認定書、お名前付きの認定書がプレゼントされますので、ぜひ、ぜひ楽しく、チャレンジしてください。よろしくお願いします。はい。ということで、こちらからのお知らせは以上となります。ということで、久しぶりになりました。花ペソゲーム、開催させていただきまーす。ひとりさんを心の真ん中に、花井社長、達也部長の講演会の、YouTube のご感想なども含め、いろんな体験談、商品の、ご感想等も、お聞かせいただけたらと思います。発表の仕方は、皆さんの、こちらに画面越しでお手手を上げたりですとか、手を上げるマークで、こちらから指名させていただきたいと思いますので、お気軽によろしくお願いします。それでは、どうぞはい。はい、あ、じゃあ早かった石井さっちゃん上手。感謝してます。はい、感謝してます。今日のお昼にだんだん良くなるぐらい明るいゲーム100回やった時で、はい、体が温まって、愉快になりましたね。それでね、はい、もう買い物に行ったらね、知らない間にそれ言ってました。おお、すごい無意識で。無意識で。ああ、すごい。なので、はい、ね、ありがとうございますということです。ありがとうございます。こちらこそなんか楽しかったですね。楽しかったです。楽しかったです。すごい楽しかったです。ありがとうございます。なんかね、こうね、潜在意識を変えるのこう21日間、まあ大体言うと潜在意識が変わるってお話もあって、まあ楽しいチャレンジでね、こう無意識に。で、まあ皆様がこう言ってく間でこんないいことがあったよとか、さっちゃんもね、こういういいことあったよとかね、そういうご報告いただけるとすごい嬉しいです。ありがとうございます。ということで、石井幸子上司、花ペソポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。まずいきまーす。せーの、万歳、万歳、万歳、よっしゃー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、岡田真由美上司。はい、ありがとうございます。はい、はい、感謝してまーす。先週の16日土曜日に、はい、達也部長の、講演会を水俣でさせていただきました。はい、ありがとうございました。で、すごく良かったです。で、話の中にずっと1000回言うといいよっていうのがずっと出てて、はい、で、1000回も言えないみたいなことに な話が出たのかなと思ったんだけど、1日100回を10回言えば1000回になるから、そんなにこう気重にならずに、言ってごらんっていう軽い気持ちで言ってもらえる、達也部長の、なんだろう、明るさっていうのを、ズームでは感じてたんですけど、リアルに来てもらうのが1年ちょっとぶりぐらいだったので、本当に楽しかったです。で、松岡明美さんと、ひろみちゃんと、きょんちゃんと、岩田洋子ちゃん、ひろこさん、みっちゃん、うちの、ゆういちパパちゃんと、私だったかな。で、ズームでみやちゃんともーちゃん入ってくれたんですけど、本当に、なんだろう、すごい、こう、賑やかで、わざわざみなまたまで来てくれる、その優しさと、お仲間さんの、こう、なんだろう、身の軽さに、もう、感謝っていう感じで、午前中に、あけみさんとひろみちゃんと、きょんちゃんとエコパークに行ってきて、条例浄化をしてもらったんですけど、こんなになんか、仲間と一緒に条例とか浄化をするのって楽しいんだなっていうのを、改めて、もう感じさせていただいて、そのきっかけを達也部長が、講演会してくれるっていうことでいただいたので、本当に楽しかったです。で、龍眼様を授かった後に YouTube ライブだったんですけど、多分これ、OK だと思うんですけど、みんな龍眼様の方にこう、すごい夢中になって、
YouTube の質問が会場から全然で最初出なくって、うん、もう終わるよみたいなこと何回も言ってたら、やちさんが早く終わらせたい達也さんとかってコメント入れてくれたりとかしてたんだけど、うんうんうん、それから何人か質問してくださったりとか、私も実際質問できたんで、本当に楽しかったです。ズームで参加するのもすごくいいんだけど、うん、リアルに達也部長に会えるって、本当にこの人すごいなって、うん、好きな人の言うことなら聞けると、うん、嫌いな人の言うことは聞かないでいいわけじゃないんだけど、この人の言うことはちょっと聞きたくないなと思った時には聞かなくていいって軽く言ってくれるし、達也部長の言うことなら聞きたいって、心底思う自分がすごい楽しかったです。はい。もうありがとうございました。また、来てくださいということで、うんうん、はい、いいよって軽く言ってもらえたんで、時間と調整があったら、お願いしますと伝えてました。本当に来てくださってありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ほっこりしますね。ありがとうございます。そう、それで、なんだろう、レジンで作ってる剣の注文が、その後、ポンポンって入って。へぇー、おすごい。ああ大開運、達也部長の大開運っていう話って、あんまり実感が正直なかったんだけど、来た、私にも来たと思いながら。おめでとうございます。はい、すごく嬉しかったです。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。はい。ということで、尾形真由美城主、花ペソポイント、ワンポイントゲット、おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、野村ゆり城主、はい、あ、感謝してます。感謝、はい、今ちょっと静岡に来てまして、また、なんですけど、はい、聞こえますかね。聞こえます、聞こえます。はい、ですね、私ね、ダイエット始めて、一応、まあ、痩せ人とかいろいろ飲んで3キロまでは落ちてたんですけど、そっからなかなかずっと落ちなかったんですね。はいはい、で、ビヨンカツ飲み始めて、はい、この2ヶ月で2キロ痩せたんですね。はい、で、マックスだから5キロ痩せたんですけど、私ね、はい、この体重見るのが何十年ぶりかの数字で、もうね、すごく嬉しくて、なんかこう、今まですごくこう、うん、食べてたんですけど、うん、なんかこう食べる量調節、こう食べ過ぎを防いでくれるっていうんですかね、うん、もう嬉しくて嬉しくて、やっぱりビヨンカツすごいっていうのは言いたかったです。以上です。すごい。自然にお腹がこうすかなくなる感じなんですか。そうなんですよ。でもちょっとでお腹いっぱいになってきたんです。だからまあやっぱりお腹が冷えてたんですかね。わかんないんですけど、やっぱりこう体もやっぱり私も汗っかきなんですけど、なんかお腹がでも。お腹はいつも冷たい感じだったんですね、うんうんうん、でも今はお腹いつも温かい感じで、うん、もうね、もう本当に嬉しくてよかったですね。はい、もう なんか周りからやっぱちょっと痩せたねって言われるようになりました。嬉しいですね、うんうん、ありがとうございます、ひとりさん。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで野村ゆり城主、はい、花ペソポイントワンポイントゲット、はい、おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、おめでとうございます。はい、引き続き静岡楽しんでください。はい、ありがとうございます。はいはい、続きましていかがでしょうか。はい、あ、美佐子先生、竹澤美佐子先生、はい、ありがとうございます。感謝してます。感謝してます。花ペソ初めて参加します。あ、ようこそ、おめでとうございます。この間もね、激文指定のおめでとうございました。ありがとうございました。
はい、今日はその時のことを言いたいんですけど、はい、私はリハーサルと、本番とオフィスでさせていただきました。で、オフィスに行った時に、オフィスの方が本当に優しくて温かくて、すごい励ましの言葉だったり、いっぱい褒めてくださったりして、本当に安心な心で、させていただいたこと、まず、本当、礼を言いたいと思います。ありがとうございました。で、あとは、うっちー店長が、支店のやる前までは分からなかったんですけど、すごいリハーサルだったり、なんかいろんなご連絡だったり、なんかそれを私だけじゃなく、本当にいろんな人に、毎月1日と15日と、それをずっと続けてらっしゃるのが本当にありがたくて、改めてありがとうございました。ありがとうございます。私は、声が小さいのがトラウマで、小学校の時に、もう今だったらなんでそんなことって思えるんですけど、なんで、で、今回この話いただいたのが、自分のお誕生日にさっちゃんから連絡が来て、いつもならちょっとできないですって言ってたかもしれないんですけど、なんかプレゼントかなと思ってやらせていただきました。で、なんかそのね、リハーサルの後から、本当になんか、こんな日が来るなんて思ってなかったですし、その声の、こんな人前でね、人様の前で、大きな声を出せる機会なんて来ると思ってなかったですし、だから本当にありがたくて、その時の傷ついてしまった自分にも、こんな日が来るから大丈夫だよって、本当に言ってあげられたんです。もうしたらもう泣けて泣けて仕方なくて、でもその泣いた次の日、旦那さんに顔が白くなってるって言われたんですけど、そう。で、そんなことがありました。で、さっちゃんとこの前話してて、もし私が声が小さいっていう、そういう経験がなかったら、そんなに感動しなかったかもしれないよね。だから、すごい、すごいダイヤモンドに変わったというか、本当に全部良かったなって。で、激分させていただいて、自分の殻がこう破れたような、なんかすごくスカッとした気持ちで今います。本当にありがとうございました。そうだよ、以上です。素晴らしい感動です。本当にもうこれはさっちゃん上司のお導きあっての、もうありがとうございます。すごいね、いい回でしたね。さっちゃんもね、援軍に駆けつけて、ありがとうございます。感動しました。みさこ先生のおたけびもですし、やっぱり終わった後のご感想もね、すごいもう、感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。なんかちょっと、ジーンとして、ちょっと、止まっちゃったんですけど、なんかもう胸がいっぱいになっちゃって、すいません。感動しました。すいません、うまくちょっと言えないでごめんなさい。ということで、竹澤美佐子上司、花ペーソポイント1ポイントゲット、おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございました。大感動、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではお次ある方はお手手を上げていただけると。はい、達也部長のね、講演会の、あ、岩田陽子上司、はい、ありがとうございます。感謝してます。はい、達也部長の講演会させていただきました。ありがとうございました。はい、みなまた講演会大成功、おめでとうございます。念願の龍眼さんを、赤い可愛い龍眼さんをいただけました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、そう、初めてあけみさんに生でお会いできて嬉しかったです。やっぱ九州の人たちはみんな、なんかそうやって集まって楽しかったなと思いました。はい、で、ですね、何を渡したんだっけ。あ、そうそうそう、みんなこの地球に言いたいことを言いに来たっていうお話は、もう何回も聞いてて、あ、そうだ、言いたいことを言いに来たんだから言おうっていうのはあったんですけど、で、それを、他の人も言いたいことを言いに来た
だからその他の人が言ってるのも理解してあげなくて、うん、他の人も言いたいことを言いに来ただけで、うん、みんなただ言ってるだけなんだなっていうのをなんか聞いてすごい心が軽くなりました。うん、うんうん、自分が言いたいことを言いに来たものだけど他の人もそうなんだなっていうのがすごい腑に落ちてよかったです。水俣遠かったんですけど、まやまやさんいつもなんか映画館もなくて田舎だからって言ってたけど、うん、コンビニだってあるし、うん、山も海も綺麗ですっごいいいところで行けてよかったです。で距離があったから帰りもそう、うん、一緒にお客さんと行ったんですけど帰りもずっと2時間ぐらいその講演会で、うんの話を復習できて、あなんかその時間もすごい意味のあった時間で、うん、みんなで遠出するのも楽しいなと改めて思いました。いいですね。はい、うん、ありがとうございました。まゆちゃん、まゆちゃんももう内容終わり今映ってますよよかったです。ありがとう、遠くから。いやもう本当遠いからこそ、うん、そうやって一緒に語り合える時間があって、うんうんうん、近くてみんなバラバラで行ったら帰りもバラバラで、ああ、よかったねで終わるから、うんうん、その時間がすごい大事だなって思いました。うん、なんか忘れてたことを、他の人が言ってくれて思い出せて、うんうん、自分もまた、あ、こういう話があったよねっていう口に出すことで、思い出してまた自分に落とし込めるというか、うん、はい、とても良かったです。ありがとうございました。 ありがとうございました。良かったですね会えて嬉しかった久しぶりに会えました。ありがとうございました。はい、それでは岩田陽子上司花ペソポイント1ポイントゲット、おめでとうございます。まずいきます。せーの、万歳、はい、万歳、よっしゃー、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はいはい、あ、感謝します。あ、どうぞはい、大丈夫ですか。はい、あ、皆様の方からは、あ、じゃあオッチ上司どうぞ。はい、いらっしゃいませ。はい、感謝してます。はい、はい、はい、こちら、はい、あ、どうぞ。はい、あ、感謝しております。ですね、私今月の頭からちょっとずっと 体調崩してまして、うん、1週間以上ちょっと固形物が全然取れなくて、まあ、今もちょっと、うん、半分ぐらい、通常の半分ぐらいの量しか食べれない状態で、で、まあ5キロぐらい痩せて、そう、5キロぐらいちょっと痩せてしまったんですけど、まあ、こういうのって、まあ、自分にとっての修行かなって、ね、うん、思ってやってるんですけれど、うん、それの中でひとりさんとか、あと花井社長、あとね、達也部長がいつも話してくださってる、ワクワクで楽しいっていう、うんうん、あれってもちろん、なんかそういう出来、ワクワクで楽しい出来事を、があるから、そういうなんか体が盛り上がったりとかね、そういうのもあると思うんですけれど、ワクワクで楽しいっていう気持ちを持ってると、そういう、まあ、病とか、例えば、あんまり望まないような出来事があったとしても、うん、その方向を向いてられるんですよね。ワクワクで楽しい。だから、自分の体が悪くなるって一回も思わなかったんですよ。うん、体はちょっと辛かったんですけれど、うん、その方向、ワクワクで楽しい方をいつも見てる感じなんで、うん、だから、まあ、体はやっぱり、今でもちょっとね、重いようなところあるんですけれど、でも、あ、やっぱ気持ちの問題って非常に大切だなって思ってて、うん、で、まあ、いろんな楽しいことをやるっていうのももちろん大事なんだけど、その、まあ、嫌な出来事とか、うん、自分が望まない出来事とかがあった時でも、ワクワクで、まあ、いられるという、その出来事をワクワクでいるってことではなくて、ワクワクでいる方向を向いてるっていう、それがなんか大切なんだなっていう、うん、今回のちょっと体験で感じまして、うん、やっぱ、気持ちの持ちようって非常に大切だなというのは感じました。うん、あ、
今の状態よりもその意識、気持ち。そうですね。やっぱり体がね、そういう状態の時って確実にやっぱ、うん、いいことは考えられないんですよ。うん、どんな人でも多分そうなるとは思うんですけれど、でも向いてる方向が良ければ、必ず治るっていう思いがあったり、それに必要なことを自分で行動したり多分すると思うんですね。で、私は、どうしても固形物取れなかったんで、ひとりさんの元気のもと、うんうん、あれをずっとその飲んでて、あれが結構本当に体を保ってくれたんで、で、まあ、ひとりさんの、ね、商品ってものすごいね、ものをね、作ってくださるんですけれど、やっぱ、その時に、固形物取れないから、どうしようっていう考えたんじゃなくて、うん、もう最初から、そういうワクワクで楽しいっていう方を向いてるから、うん、じゃあまず、ひとりさんのね、商品の元気のこと飲もうとか、うんうん、まあ、私いつも若くて元気飲んでるんで、あれも液体中だから飲みやすく飲んでるし、あとまあ水流もね、うん、水に溶かせるから、でそういうことはやってて、ね、で、結構意外と体を持ったんで、うん、やっぱり、いつでもそのワクワクで楽しいっていう気持ちを、やっぱ持ってるのは非常に大切だなって、それは今回の意義と感じますし。ひとりさんの教えと、サプリと。心と体に栄養があっての。そうですね。で、多分、全世界でおそらく心と体のこと両方教えてくださるの、本当ひとりさんしかいないと思うんですよ。多分みんなどっちかなんですよね。そう、多分いろんな専門書とか、そういうのって多分おそらく、体のことか、心のことか。で、喋ってても、ひとりさんは多分お詳しくないんですよ。ひとりさんほんと詳しいんですよね。お話してくださってることが。だから、ひとりさんの教えって、まあ、楽しいね、うん、出来事の時は、ま、非常にいいんですけれど、うん、望まない出来事の時でも、すぐにその、なんていうのか、いい方に向いて、向けてくださるっていう、やっぱり、まあ、世界で一番素晴らしいね、うん、まあ、教えというか、お話だなという感じ。以上でございます。素晴らしい。ありがとうございます。いいお話をありがとうございます。はい。ということで、オッチさんもしかして初花ペソ。あ、おめでとうございます。ということで、オッチ、伊佐尾上司、花ペソポイント、ワンポイント、ゲットおめでとうございます。万歳いきまーす。せーの、万歳、万歳、万歳。よっしゃー。ありがとうございます。はい。よかったら引き続き見てください。ありがとうございます。はい。では、皆様の、あ、明美上司、ありがとうございます。はい。あ、感謝してます。はい、ありがとうございます。まいちゃん。まいちゃん。立山部長の講演会おめでとうございます。ね、大成功。で、やっぱりね、まゆちゃんにも、久しぶりっていうか、8月のね、お授けから会ってなかったんだけど、なんかすごい、久しぶりとも思わないし、しょっちゅう会ってるような感じもしたし、で、リアルで、よこさんに会って、わあ、なんて綺麗な人なんだろうと思いつつ、うん、で、またひろみちゃんも、あれ花井社長が言ったとかいう感じなんです。すごくなんか似てて、あれって。で、まあ、姉さん、ひろみちゃんと、きょうこちゃんとまいちゃんとで、エコパークで浄化しに行ったんだけど、もうなんかすっごくね、感動的で、もう本当、やっぱし、きょうこちゃんは泣くし、ね、まゆちゃんも泣いてて、ね、全然そのな、まゆちゃんの顔色がどん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 変わっていくのがね、すごく、と思ったぐらいで、ただ、私のびっくりしたはどこに行ったのかなって思うで。あ、どこ行ってたんか、はい。びっくりしたわをしてたのに、まゆちゃんもひろみちゃんもきょうこちゃんも見てるんですよ。で、なかなか撮れないんですよね、私のびっくりしたわは。こうグーってしないと。で、それなのに、ないんです。どこに消えたんかな、みたいな。で、多分その浄化したときに、ね、そこで、落ちて、それでそこの、みんなのね、守り神になってくれてるのかなって、もう、4人でお話しして、本当にね、立田部長のお話も素敵だし、で、多分私、金札を
もらったんだけど、達也部長はそのまま私にくれてないみたいです。え、いただいてなかったですか？ないんです。じゃあまたちょっと次回、はい。そうですね。だからもうね、本当に今回さん、すごいね、いい経験して、で帰り際も、その、なんていうの、全然眠たくもなく、ひろみちゃんからくじ切りもしてもらって、ただ途中、ちょっと私のね、愛車のバモス君が、ちょっとエンジン不調かな、みたいな感じがあったから、で、その時に出てきた言葉が、もうすべて、前だったら、はどうしよう、どうしようしかね、出てこない言葉だったのに、今回は、あ、だんだん良くなる未来は明るいとか、だんだん良くなるバオスくんとか、もうなんかこう、ひとりさんの、言葉がどん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 出てくるんですよね。天国言葉にしとか。で、いろんなこう言って、なら、なんか機嫌が治ったみたいで、で、佐賀のあたりで、全開で、止まらずに帰って、来られたことをね、本当にありがたく思います。本当に感謝してます。ありがとうございます。ございます。以上です。ありがとうございます。素晴らしいお話、ありがとうございます。では、松岡明美上司、腹ペソポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。万歳いきまーす。せーの、万歳、万歳、万歳。よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、素敵なお時間を過ごせたのがすごい伝わりました。ありがとうございます。はい、感謝してます。はい。はい。はい。皆様の方からは大丈夫そうでしょうか？大丈夫そうであれば、ビヨンカツさんの体験談2つほど、ご紹介をさせていただきます。発酵経年上司より、ビヨンカツの体験談、花粉症の時期だったのかな、花粉症で目がかゆかったのが、亡くなった。過剰書きで、便秘気味で出ない日も多かったが、ほぼ毎日お便りさんが出るようになった。生理痛で腰が痛かったのが軽くなった。手足の冷えが軽減された。素晴らしいサプリを作っていただき、ありがとうございます。お客様からの、体験だ。はい、発酵経年上司、ありがとうございます。ということで、発酵経年上司、鼻ペソポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。万歳いきまーす。せーの、万歳、万歳、万歳。よっしゃー。はい、ありがとうございます。続きまして、発泡食品ゆきちゃん&きみちゃん商店、お客様の、ご感想、夏風邪をひいてしまったのですが、ひとりさんの元気のもとドリンクとビヨンカツ2倍飲みで、いつもより治りが早く、風邪の後長引く咳や鼻水もすぐに良くなりました。ありがとうございます。ということで、発泡食品ゆきちゃん&くみちゃん商店様、鼻ペソポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。バンザイいきまーす。せーの、バンザイ、バンザイ、バンザイ。よっしゃー、ありがとうございます。はい、ということで、今日はこの辺にさせていただきたいと思います。あ、お、かおりさん、あげてらっしゃいますか？はい、どうぞ。すみません、感謝してます。はい、感謝してます。おっちーさんがいらっしゃったので、ちょっとせっかくおっちーさんいらっしゃったので、ちょっとお伺いしたくて。おっちーさん、感謝してます。先日、田無神社に行ってきたんですけど、はい、おっちーさんから教えてもらったように、木にこう触る、最初に触るとか、うん、そういうのを主人と一緒に行きまして、主人に教えたらもうびっくりしてて、主人は石器流さんだったかな。それでそのことをちょっと LINE に上げさせていただいたので、ちょっとおっちーさんの名前も入れさせてもらったんですけど、全然ないです。すいません、なんかまあ、書いた LINE でよかったのかなと思って。とっても不思議な神社で、おっちーさんが大好きな神社なので、行かせていただいてます。で、初めに触った木とかでよかったんですかね？木って返事してくれるんで。あ、はい。で、それで自分が思ったらそれでいいんじゃないかなって思います。ああ、はい。白竜が一番。もう触ると、あそこは白竜だと思うんで。まあ、行くたびに
そこだけしか触らないです。あ、おっちーさんは白龍様を触るってことですか？一番最初で全部触ったんです。で全部触ったんだけど、はいはい、自分は白龍の気が自分に合ってるというか、はい、なんかあのあ気持ちが合ってると思って、はい、それであのずっと白龍に。あ、そうなんですね。わかりました。私が行った時はあの、まあ、おちいさんから教えていただいて、あの一番先に触った木とか、まあ、自分が感じた木だよって言われて、あの黒龍様になんか左から順番かなと思ったので行ったら、すごい暑かったので、あのまあ、なんか説明が、ちょっと LINE の説明が違ってだったらまずいなと思って。全然それ大丈夫です。わかりました。そう思ったものを触れば多分いい。 ありがとうございます。はい。あのいい神社紹介していただいてありがとうございます。以上です。すいません。かおりさん、せっかくなんで何か体験談もよかったらご一緒に。あ、はい、ね、はい、体験談なんか3つぐらいあるんですけど、じゃあ1個。はい、実はあの輪廻先生が、うんと浄化、あ、浄化じゃない、青汁、うん、なんだっけ、デトックス青汁、うんうんうん、あれすごくいいよって言われてて、でリンネさんのもうあの足を見たらもうめちゃくちゃ綺麗で、うん、まあ、私も飲もうと思って飲み始めたんですけど、一瓶終わらないうちにもうあの普通の通常飲みなんですけど、トイレがすごく、なんだろう、あのその緩くもなく硬くもなくというか、必ず、うん、あの食べる食事とかの量にも関係なく、うん、すごく毎日快便というか、でお腹がからへこむんですよ。でもうなんか、あのすごくいいんだなって思いました。はい、あでこれ鼻ペソつけなくていいんですけど、やっぱ痩せ人、うん、痩せ人は私あのまあそんなに体重気にしてなかったので飲まなくていいかなと思ったけど、うん、一応買って飲んでみたら、あの食欲が出るんです、うん、痩せ人飲まないと、うん、あの食欲が出ないというか、あ逆に食欲が出る、うん、そうなんです、そうなんです、うん、だから、まあ、前は3包飲んでたらもう食べ過ぎちゃうんで、うん、1日1包だけ飲むとお腹が朝方グーって言って起きるというか、うん、あの学生の時みたいな感じで、うん、あのだから調整をいろいろやってみて、うん、痩せ人はあの痩せ人って名前なんだけど、うんうんうん、あの食事が入らない人も入るっていうのが、うんうん、私はもうちょっと痩せ人は手放せない、うん、サプリになりました。これは花ペソ いらないです。あ、でも体験談をお話してくださった、そうですね、はい、ありがとうございます。また、ね、続編も楽しみにしております、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。ありがとうございます。すいません、失礼いたします。では長津香織上司花ペソポイント1ポイントゲット、おめでとうございます。ありがとうございます。いきます、せーの、万歳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 、よっしゃー、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。はい。皆様の方は大丈夫ですかね。はい。では大丈夫。そうであれば、久しぶりに、あの、ワイパーね、ちょっとやってみたいと思います。オッチーさんも前話してくださいましたけど。はい。じゃあ、ワイパー、ご一緒に、お口につぼみを作って、愛してますから、いきたいと思います。せーの、愛してます。ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます。幸せ、ありがとう、許します。ご自分へ愛してます。ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます。幸せ、ありがとう、許します。地球さん、宇宙さんへ愛してます。それでは自分を許します。3回いきます。せーの、自分を許します。自分を許します。自分を許しまーす。それでは自分が大好きです。3回いきまーす。せーの。自分が大好きでーす。自分が大好きでーす。自分が大好きでーす。今日も宇宙一幸せな時間をありがとうございました。最後に万歳いきまーす。せーの。万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございまーす。はい。ということで、本日もありがとうございました。明日も。お昼12時ちょっと過ぎから、だんだん良くなる未来は明るいゲーム、やっていきたいと思いますので、
ご都合いい方はお気軽にご参加ください。ということで本日もありがとうございました。それではごきげんよう。5秒前、4、3、2、1、ふわふわ感謝してます。愛してます。